今回はミストップリッチシャワーを購入しました。紹介していきます。中身はこの通りです。アダプターとシャワーヘッドと取扱説明書です。ケースの方にはこのシャワーヘッドの特徴が簡単に書かれています。マイクロバブルの洗浄力と温浴効果、あとはミスト水流にも調整ができます。接頭効果が 30%、 手元のオンオフのボタンがあります。高級感のあるシルバーカラーも特徴的です。ミストだけでなくワイドな水流にも切り替えられます。グッドデザイン賞を2017年に受賞しています。後ろに詳細が記載されています。取扱説明書にも大体同じようなことが記載されています。こちらがミストップリッチシャワーです。ミストからストレートの切り替えについてはこのダイヤルを動かすことで可能です。また水のオンオフ、あとは水流調整もこのボタンでできます。デザイン性もとても特徴的です。重量を確認していきます。若干重ための仕様です。約 235g です。重心がこのシャワーヘッドの上部にあるため若干重く感じるところがあります。ミストップリッチシャワーとよく比較されるこのバブリーミスティ、名前は違いますが機能自体は全て同じです。ちなみにバブリーミスティはこのミストップリッチシャワーを同じ機能のまま少し安くなったバージョンです。以上がミストップリッチシャワーの紹介でした。